トロピカルレビューでのキャサリン・ダナム、マーティン・ベック劇場にて、キャサリン・メアリー・ダナムは、アフリカ系アメリカ人のダンサー、振付や、著述家、教育者、人類学者、社会活動家。ダナムは、20世紀のアフリカ系アメリカ人及び、ヨーロッパ人の舞台芸術界で、最も成功した舞踊家の一人であり、長年にわたって、自身の舞踊団を率いた。彼女は、 黒人舞踊のカボ長にして、皇太号と呼ばれる。シカゴ大学に在学中、ダナムはダンサーとして活動し、ダンス学校も経営した。奨学金を受けて、カリブ海に行き、ダンスと民族史を学んだ。卒業するため帰国し、人類学の修士論文を提出するが、学位に関わる他の要件を満たさなかった。ダナムは、自分の仕事はダンスだと悟った。 1940から50年代、そのキャリアの頂点において、ダナムはヨーロッパ及び南米でよく知られ、アメリカでは広範な人気を得た。ワシントンポスト氏は彼女を、ダンサー、キャサリン・ザ・グレートと呼んだ。ほぼ30年にわたって、キャサリン・ダナム舞踊団を率いたが、これは自立した、黒人舞踊団としては当時アメリカで、唯一の例であった。その長い活動期間の中で、 ダナムは90を超えるダンス作品を振り付けている。ダナムはアフリカ系アメリカ人のモダンダンスにおける革新的存在であり、舞踊人類学内市民族舞踊学の主導者でもあった。また自身のダンス作品を支える身体運動メソッドとしてダナムテクニックを開発した。キャサリン・ベアリー・ダナムは1909年6月22日にシカゴの病院で生まれ、 シカゴの西約25マイルにあるイリノイ州グレンエリンの両親の家で育った。父親のアルバート・ミラード・ダナムは西アフリカ及びマダガスカル出身の奴隷たちの子孫。母親のファニージュー・ン・ダナムはフランス系カナダ人の血を引き、ダナムが3歳の時に亡くなっている。ダナムには兄のアルバート・ジュニアがおり、仲が良かった。数年後に父親が再婚すると家族は イリノイ州ジョリエットの白人が大部分を占める界隈に引っ越し、父親はクリーニング業を営んだ。ダナムは幼い頃から書き物とダンスの両方に興味を持った。1921年12歳の時に書いた短編小説アリゾナに帰ってこいがブラウニーの本第2号に掲載された。1928年に卒業したジョリエット中央高校では野球、 テニス、バスケットボール、陸上競技に打ち込み、フレンチクラブの副会長や年間の編集委員を務めた。また高校でテルプシコリアンクラブに入り、ヨーロッパ人、エミール・ジャック・ダルクローズやルドルフ・フォン・ラバンといったヨーロッパ人たちの考え方に基づくモダンダンスの一種を習い始めた。十五歳の時、ジョリエットのブラウンズ・メソジスト教会への協賛金を集めるためのキャバレー。 ザ・ブルームーンカフェを立ち上げ、そこで初めて公の舞台に立った。まだ高校生でありながら、黒人の子供たちのために、施設のダンス学校も開いている。ジョリエット・ジュニア・カレッジでの勉強を終えると、ダナムはシカゴに移り、弟のアルバートが哲学を学んでいたシカゴ大学に通い始めた。人類学の教授である、 ロバート・レッドフィールドの講義で、ダナムは現代アメリカの黒人文化の多くがアフリカに由来することを学んだ。ダナムは人類学を専攻してアフリカのディアスポラのダンスを研究することにした。レッドフィールドの他に、ダナムはエアール・ラドクリフ・ブラウン、エドワード・サピア、ブロニスワフ・マリノフスキといった人類学者に教えを受けている。彼らの指導のもと、ダナムは 舞踊の民族史的な研究において、前途有望と見られた。1935年、ダナムは、ジュリウス・ローゼンワールド財団とグッケンハイム財団から、渡航費の助成を受け、特にハイチのボドゥンに見られる、カリブの舞踊形式に関する、民族史的研究を行った。同じく人類学を学ぶ学生であった、ゾラニール・ハーストンもカリブ海でフィールドワークを、行っている。ダナムはさらに、 ノースウェスタン大学のメルビル・ハースコビッツ教授との共同研究の助成金も受けた。アフリカ系アメリカ人におけるアフリカ文化の継承に関するハースコビッツの考えはカリブにおけるダナムの研究の基盤となった。ダナムのカリブでのフィールドワークはジャマイカで始まり、コックピットカントリーの山奥にある人里離れたマルーン村落であるアコンポンで数ヶ月生活した。その後、 マルティニーク島とトリニダード・トバゴに短期滞在し、主に西インドの宗教文化において依然として重要な存在とされるアフリカの神、シャンゴを調査した。1936年初めにダナムはハイチに到着し、数ヶ月間を過ごした。これ以後、ダナムは生涯にわたって繰り返し、ハイチで長い時間を費やすことになる。ハイチにいる間、ダナムは ボドゥンの儀礼を調査し、とりわけ人々の踊りの動きに関して詳細な調査資料を作成した。何年も後、あと、広範な調査とイニシエーションを経た、ダナムは、ボドゥン教のマンボとなった。また多くの友人を持ったが、中でも、好位の政治家であったで生まセ聖エスティメは1949年に、ハイチ大統領となった。後に、エスティメが、その進歩的な政策ゆえ迫害され、 クーデター後にジャマイカへ追放された時、ダナムは生命の危険を落として彼を助けている。1936年晩春にダナムはシカゴに戻り、8月、主専攻を社会人類学として哲学の学士号を得た。彼女の主要な研究分野は名付けられました。ダナムはこの大学に通って学位を取得した最初期のアフリカ系アメリカ人女性の一人である。 1938年、カリブでの調査で収集した資料に基づき、ダナムは論文、配置の踊り、その物質的側面、組織、形態、機能の研究を、シカゴ大学人類学部に提出する。これは、修士号認定要件の一部であったが、過程を終了しなかった。人類学の研究と同じくらい、ダンスに力を入れていた、ダナムは、どちらかを選ばねばならないと悟る。 ダナムは、ロックフェラー財団から、学術研究を続けるための助成金を提示されたが、ダンスの方を選び、大学院での研究を断念して、ブロードウェイとハリウッドに向かった。キャサリン・ダナム、1940年、カールバン・フェヒテン1928年、まだ学部生であった、ダナムは、リュドミラ・スペランツェワという、ロシア人ダンサーの下でバレエを学んでいる。スペランツェワは、 工業士のニキータバリエフが率いるロシア系、フランス人のボードビル劇団、コウモリザと共にアメリカにやってきて、シカゴに落ち着いていた。ダナムは、他方でマーク、タービフィルとシカゴオペラのプリマバレリーナになったルース・ページにもバレエを習っている。バレエ教師たちを通じて、ダナムは、スペイン、インド、ジャワ、バリのダンスにも触れた。1931年、 21歳のダナムは、アメリカで最初期の黒人バレエ団の一つである、バレエネーグルを結成する。しかし1931年にただ一度の舞台で、好評を得たのみで解散。スペランツェはに、バレエよりも、モダンダンスに集中するよう勧められた。ダナムは、1933年に、最初のダンス学校を開設し、ニグロダンスグループと名付けた。ここで、ダナムは、 若い黒人ダンサーたちにアフリカからの遺産について教えた。1934から36年、ダナムはシカゴオペラのバレエ団にゲストアーティストとして出演している。ルース・ページが台本と振付を担当した作品ら、ガイア・ブレスはラフカディ・オハーンのフランス領西インド諸島での2年間に収められたマルティニークの民話に基づくものである。1933年に、 シカゴで初日を迎え、黒人のキャストと共にページが、兄弟の役柄を演じた。翌年には、ダナムを主軸とし、ニグロダンスグループの生徒たちと共に再演。しかし、ダンサーとしてのダナムの活動はここで中断され、カリブ海での人類学調査が始まった。シカゴ大学で、学部課程を修了し、学術研究ではなくダンスを追求することに決めた、ダナムは、 不踊団を復活。1937年に彼らとニューヨークに向かい、江戸長井が 92ND ストリートワイまで主催した黒人ダンスの遊べに参加する。プログラム前半では西インド諸島のダンスを後半ではタリービーティーと共に作品熱帯の死を上演した。シカゴに戻るとグッドマン劇場とエイブラハムリンカーンセンターにも出演し、 この時にダナムが創作したララトンガとハマキを吸う女はよく知られるようになった。エキゾチックな感能性を特徴とする振り付けで、いずれもダナムのレパートリーの代表作となった。舞踊団が成功を収めると、ダナムは連邦劇場計画のシカゴ黒人劇場部門のダンス監督に選ばれる。ここでは、走れ子供たちのシカゴ制作版で振り付けを担当し、 グッドマン劇場で上演された。他にも、皇帝、ジョーンズやバレルハウスなどいくつかの振付作品を手掛けた。この時、ダナムはデザイナーのジョン・プラットと初めて知り合った。後に二人は結婚することになる。彼らは、ダナムのダンス作品 LAGR の最初の版を制作し、1938年1月27日にシカゴで、 連邦劇場計画の一環として初演した。マルティニークでの調査に基づく、この三部構成の作品は、現地にある戦いの踊りの要素を、アメリカ的な舞台作品へと取り入れたものである。1939年、ダナム舞踊団は、シカゴとシンシナティでも公演を行い、その後ニューヨークに戻った。ダナムは、国際婦人部クロードを組合がプロデュースした。 ロングラン中の人気ミュージカル、デビューピンズニードルズ1940の新しいナンバーの振り付けを依頼されていた。この舞台がウィンザー劇場で続いている間、ダナムは日曜日にこの劇場で自身の舞踊団の公演を行った。舞台は、熱帯、ル、ホットジャスト名打たれ、気の合うパートナーであるアーチー・サベージ、タリー・ビーティーのほか、ハイチ人のドラマー、パパ、 オーガスティンも出演した。当初は1回公演の予定だったが、評判を呼び、さらに10回の公演を打った。この成功を受けて、舞踊団は、ジョージ・バランシン・振り付け、エセル・ウォーターズ主演のブロードウェイミュージカル、キャビニンザ・スカイに出演。ダナムが、小悪的なジョージア・ブラウンの役を生めかしく演じ、公演は、ニューヨークで20週間続いた。続いて、西海岸でもこの舞台は、 評判となり、追加公演が行われた。この舞台は、マスメディアでちょっとした論争を引き起こした。キャビン・イン・ザ・スカイの全国ツアー後、ダナム舞踊団は、ロサンゼルスに滞在し、ワーナー・ブラザーズの短編映画、カーニバル・オブ・リズムに出演。翌年、アメリカは、第二次世界大戦に参戦し、ダナムは、パラマウントのミュージカル映画スター・スパングルド・リズムのスペシャルナンバー。 シャープアズ、エイタックに、エディロ・チェスター・アンダーソンと共に出演した。この時期には他にも、アボットとコステロのコメディ映画、デコボコ宝島騒動、キラ星のような俳優、ミュージシャン、ダンサーたちが顔を揃えた黒人ミュージカル映画、ストーミーウェザーに、ダンサーとして出演している。舞踊団は、ニューヨークに戻ると、1943年9月、工業し、 ソルヒューロックのマネジメントにより、マーティンウェック劇場でトロピカルレビューを上演する。南米アカリブの生き生きとしたダンス、プランテーションダンス、アメリカの社交ダンスをたっぷり見せる。この舞台は直ちに評判を呼んだ。当初2週間だった契約は3ヶ月に延長され、さらにアメリカとカナダを回るツアーも組まれた。当時、保守主義の中枢であったボストンでは、 1944年にわずか一度の上演で舞台は差し止められた。観客には好評だったが、現地の検閲官は露出の多い衣装や戦場的なダンスが公衆道徳を損ないかねないと判断したのである。ツアー後の1945年、ダナム舞踊団はニューヨークのベラスコ劇場でブルーホリデーに、ついでアデルフ劇場でカリブソングに出演した。 短命に終わった前者よりも評判を集めたこの舞台の大一幕フィナーレがボドゥンの儀礼を舞台用に仕立てたシャンゴでこれは舞踊団の高級的なレパートリーの一つとなった1946年ダナムはブロードウェイに戻りレビューバルネグラに出演したこの舞台は演劇やダンスの評論家たちから熱い賛辞を受けた1947年初頭には ミュージカルウィンディーシティの振り付けを行い、シカゴのグレート、ノーザン劇場で初演された。この年の後半、ダナムはラスベガスでキャバレーショーをスタートさせた。これは、ラスベガスがギャンブルの街であるのみならず、大衆的なエンターテインメントそのものになった年である。またこの年ダナムが美容団としてメキシコを訪れると人気を集め、2ヶ月を超える公演となった。 メキシコに続いてはヨーロッパツアーが始まり、ここでもたちまち反響を呼んだ。1948年、まずロンドンのプリンス・オブ・ウェールズ劇場でカリビアン・ラプソディを初演、そしてパリのシャンゼリゼ劇場に順延した。以後20年以上にわたり、ダナムとその舞踊団はほとんどアメリカ国外で活動した。この間、ダナム舞踊団はヨーロッパ、北アフリカ、南アメリカ、 オーストラリア及び東アジアの約33カ国を訪れている。ダナムは多数の新作を生み出し続け、舞踊団はどの都市においても観客から熱烈な反応を受けた。こうした成功にもかかわらず、舞踊団はしばしば財政難に陥った。ダナムは30から40人ものダンサー及びミュージシャンを抱えていたのである。ダナムとその舞踊団はトニー・マーティン。 イボンヌ・デ・カーロ、ピーター・ローレと共に、ハリウッド映画、カスバに、またディノ・デ・ラウレンティスがプロデュースしたイタリア映画、ボッタ・イーレス・スポスタに出演。また同年、NBC が放映した、アメリカ初の1時間ものテレビ番組に出演した。これはテレビが、アメリカ全土に広まり始めた時期にあたる。続いて、ロンドン、ブエノスアイレス、トロント、シドニー。 メキシコシティなどで撮影されたテレビ番組にも出ている。1950年、ソルヒューロックはキャサリン・ダナムとその舞踊団によるダンスレビューをニューヨークのブロードウェイ劇場で上演した。これはダナムの傑作集であったにもかかわらず、わずか38回の上演で打ち切られた。舞踊団は直ちに南アメリカ、ヨーロッパ、北アフリカのツアーに出発し、とりわけ、 デンマークとフランスで成功を収めた。1950年代半ば、ダナムとその舞踊団は3本の映画に出演している。イタリア映画、マンボ、ドイツ映画大グロッセストルパレード、メキシコ式で制作された、ムジカ・イエ・ヌ・ラノーチェである。ダナム舞踊団の世界ツアーは1960年に、ビーンで打ち止めとなった。工業士のマネジメントが芳しくなく、 一文なしで立ち往生したのである。ダナムは、ドイツの特別テレビ番組、カリブのリズムへの舞踊団の出演契約とギャラの前払いを取り付けて、アメリカに帰国。ブロードウェイでのダナムの最後の出演は1962年のバンボッシュで、元ダナム舞踊団メンバーが数名と、モロッコの王立舞踊団の踊り手とドラマーの一団が出演した。成功とは言えず、 わずか8公演で打ち切られている。ダナム晩年の活動のハイライトは、ニューヨークのメトロポリタンオペラが移植した、ソプラノ歌手、レオンティン・プライスが主演する、アイーダ新制作でのダンスの振り付けであった。アフリカ系アメリカ人が、メットで振り付けを行ったのは、1933年に、皇帝、ジョーンズのダンスを担当した、ヘムズリー・ウィンフィールド以来となる。評論イエス字は、 古代エジプトの舞踊に関する歴史交渉は評価しつつも、この舞台のために作られたダナムの振り付けには冷淡だった。その後もダナムはアメリカとヨーロッパのいくつかの劇場から様々な振り付けの移植を受けている。1967年、ニューヨークのハーレムにある名高いアポロシアターで最後の公演を行った後、ダナムは正式に引退した。 しかし引退後も振付の仕事は続け、中でも主要なものの一つとしては、ロバート正式、アトランタ交響楽団と、アトランタのモアハウス大学合唱団による、スコット・ジョプリンのオペラトリーマネチア全幕書演の演出がある。1911年に書かれたこの作品は、ジョプリン生前には上演されていないが、1970年代以降、数多くの劇場で成功を収めている。 1978年、ダナムはダンスインアメリカシリーズの一環として、ジェームズ・アール・ジョーンズがナレーションを担当する PBS 特別番組大いなるドラムの響きキャサリン・ダナムと彼女を取り巻く人々で特集された。また1987から88年、アルビン・エリーは自身のアメリカンダンスシアターを率いて、ダナムに捧げるプログラム、キャサリン・ダナムの魔術を カーネギーホールで上演している。キャサリン・ダナム、1963年1945年、ダナムはニューヨークのタイムズスクエア近くにキャサリン・ダナム・スクール・オブ・ダンスシアターを設立し、指導に当たった。ダナムの舞踊団は熱烈な支持者かつ講演者のリー・シュバートによって3年間、スタジオが無償対応された。開校時の生徒数は350人であった。 カリキュラムには、舞踊、演劇、上演芸術、応用技術、人文科学、文化研究、カリブ研究の各コースが組まれていた。1947年に拡張され、キャサリン・ダナム・スクール・オブ・カルチュラル・アーツとして認可された。ダナムの留守中は、ダンサーの一人であるシビラ・フォートが運営し、約10年間、守備よく運んだ。当時この種のものとしては、 最良の学校の一つとみなされ、やがてこれに触発された学校が、ダナムの訓練を受けたダンサーたちにより、ストックホルム、パリ、ローマで設立された。卒業生には、アーサ・キットなど、後の有名人が多く含まれていた。10代の頃、キットは、ダナムスクールへの奨学金を得て、やがて舞踊団のダンサーを務めた後、歌手として成功を収めた。 ダナムとキットは1970年代にアイルランドの擬曲ペグをマイハートに基づく俳優協会制作ミュージカルペグで再び共同した。他方、ダナム舞踊団のメンバーであるダナマクブルームイコールマンのはミュージックフェアサーキットでのショーで特集アーティストに選ばれた。他にダナムの学校に通った人物にはジェームズ・ディーン、グレゴリー・ペック、ホセ・フェラー、 ジェニファー・ジョーンズ、シェリー・ウィンタース、シドニー・ポワチエ、シャーリー・マクレーン、ウォーレン・ビーティがいる。マーロン・ブランドはしばしば学校に立ち寄って、ボングを叩き、ジャズミュージシャンのチャールズ・ミンガスは、定期的にドラマーとジャムセッションをしていた。様々な革新で知られるダナムだが、とりわけ彼女が編み出した舞踊教授法は後にダナムテクニックと名付けられた。これは、 アフリカの伝統舞踊に基づく動きと体操の形式であり、ダナムの振り付けの土台を成した。これは国際的な評価を獲得し、現在では多くのダンススクールでモダンダンスの様式として教えられている。1957年に至ると、ダナムは深刻なストレスを抱えており、健康に影響が現れていた。日本の京都で1年間西洋し、そこで、 青年時代の回想録を執筆した。最初の著作、小さな純真、幼年期の思い出は1959年に出版された。これに続き、ハイチでの経験に基づく、神がかりの島は1969年に、アフリカでの経験に基づく創作、コサーモンス、エファンタジーは1974年に出版されている。ダナムはそのキャリア全体を通じて、 しばしば人類学的研究に関する記事を発表し、大学や学会で人類学的なテーマについて講演することもあった。1963年、ダナムはニューヨークのメトロポリタンオペラにおけるアイーダへの振り付けを移植された。主演はレオンティン・プライスである。ニューヨークでのダナムの最後の舞踊団メンバーはメットバレー団のオーディションを受け、そのうちマーシャ・マクブルーム、 ダナマク・ブルーム、ジーン・ケリー、ジェシー・オリバーが選ばれた。メットバレー団のダンサーは、アイーダのシーズン開幕までの夏、42番街のダナムのダンススタジオでダナムテクニックを学んだ。初日の客席には、リンドン・ウィー・ジョンソンもいた。人類学者としてのダナムの素養が、オペラのダンスに新しい新生性をもたらすことになった。エジプトやエチオピアの衣装についても相談に応じて、 いたのである。ダナマクブルームイコールマンのは、ダナムテクニックのマスターとして、現在もニューヨークで教えている。1964年、ダナムはイーストセントルイスに今を構え、ほど近いエドワーズビルにある南リノイ大学のアーティスト・イン・レジデンスとなった。そこでは、人類学者、社会学者、教育専門家、科学者、作家、ミュージシャン、演劇人を集めて、 さらなる大学での活動の基礎となる、リベラルアーツのカリキュラムを作成することができた。同僚の教授の一人として建築家のバックミンスター・フラーがおり、ダナムとも共同した。翌1965年、リンドン・ B ・ジョンソン大統領は、西アフリカのセネガル政府の技術文化顧問、一種の文化大使にダナムを指名した。その指名は、セネガル国立バレエ団のトレーニングを支援し、 ダカールでの第1回全アフリカ国人世界芸術祭を準備するレオポルド・サンゴール大統領に力を貸すことであった。後にセネガールに2軒目の家を設けたダナムは時折そこに滞在して才能あるアフリカ人ミュージシャンやダンサーをスカウトした。1967年ダナムは芸術の力で 貧困や都市問題に対処するべく、イーストセントルイスに上演芸術トレーニングセンターを開設した。重工業の再編が多くの労働者階級の職を奪い、市内の失業率は高かった。マーティン・ルー・サー・キング暗殺に続く1968年の暴動の後、ダナムはゲットーのギャングたちにセンターへ来て、ドラムやダンスで欲求不満を解消するよう進めた。 パットックのスタッフはダナム舞踊団の元メンバー及び地元住民である。地域の若者を支援しようとしている最中、ダナムは逮捕された。この事件は国際的に報じられ、慌てた地元警察はすぐに釈放した。ダナムは自身のテクニックの改良と指導を続け、後の世代に知識を伝えようと尽力した。マイナツ、セントルイスで開催される。 マスターズセミナーでの講演はなくなるまで続き、世界中からやってくる生徒たちを魅了した。イーストセントルイスにキャサリン・ダナム芸術人文センターを設立し、個人コレクションからハイチとアフリカの楽器や器物を保存した。1976年、ダナムはカリフォルニア大学バークレー校にアフリカ系アメリカ人研究のゲストアーティストイン・レジデンス及び講師として招かれた。 彼女の功績を称える写真展、開祖キャサリン・ダナムがキャンパス内の女性センターで開催された。1978年には、ダナムによる著述及びダナムに関する著述を集めた同タイトルのアンソロジーが社会変革研究所から130部限定で出版された。キャサリン・ダナム舞踊団は1940年代半ばに北米全土をツアーし、 人種が分離された南部でも公演した。ある市では、黒人住民が公演のチケットを購入することを許されていなかったことが判明し、ダナムは劇場での上演を拒否した。1944年10月には、ケンタッキー州ルイビルで公用したスタンディングオベーションを受けた後、白人しかいない客席に向かって、ダナムは、舞踊団は二度とここへは出演しない。なぜなら、 ここの責任者は、あなた方のような人間が、私たちのような人間の隣に座ることを許さない、から、と発言した。そして時間の経過と、寛容と、民主主義のための戦争が変化をもたらすとの希望を表明した。ある歴史家は、ツアーの過程で、ダナムとその舞踊団は、人種差別にたびたび悩まされ、これが、後のダナムの活動を特徴づける。 戦闘的な姿勢へと彼女を導いたと指摘している。ハリウッドでは特に肌の黒いメンバーたちを外すようプロデューサーに言われ、ダナムは経済的に有利なスタジオ契約への署名を拒んだ。ダナム舞踊団はツアー中しばしば十分な宿を見つけるのに苦労した。アメリカの多くの地域で黒人がホテルに滞在することを許可していなかったためである。海外ツアーにおいてダナムは アメリカの文化的生活の非公式の代表とみなされる一方、アメリカ国務省からの支援はほとんど得ていない。人種差別の強いアメリカ南部での黒人男性への臨時を主題にした作品南部を上演した際には国務省の役人たちを苛立たせた。1950年12月9日、チリのサンティアゴのシリーズ劇場で行われた初演は1951年の はじめには大きな議論を引き起こした。国務省はこの作品が外国の観客に対してアメリカ社会を否定的に描いてみせたことに当惑し、その結果ダナムは後のツアーで外交に関わる困難を経験することになった。国務省は他のより知名度の低い団体を定期的に助成する一方、ダナム舞踊団への支援を一貫して拒否しつつ、同時に彼らを 芸術、文化の非公式代表として活用した。1950年、ブラジルを訪れたダナムとその舞踊団は、サンパウロで、たくさんのアメリカ人ビジネスマンが利用している、一流ホテル、エスプラガーダで、滞在拒否を受けた。人種差別として、ダナムが事件を公にすると、ブラジルのマスコミで大きく取り上げられ、政治的な問題となった。これに応じる形で、ブラジルでは、 公共の場での人種差別を重罪とするアホンソ、アリノス法が1951年に可決された。1992年、83歳のダナムが、ハイチからのボートピープルに対するアメリカの差別的な政策に抗議するために行った、ハンガーストライキは広く注目を集めた。タイム氏は、アメリカによる、ハイチ難民の強制送還に抗議するため、47日間の、 ハンガーストライキを実行したと報じている。ダナムはずっと役に立つものを生み出すこと、それが私の仕事だと語った。彼女の抗議が続く間、リック・グレゴリーがダナムの家で不眠の監視を主導すると、デビー・アレン、ジョナサン・デミ、そしてネーション・オブ・イスラムの指導者、ルイス・ファラカンなど、大勢の多様な人々が集まり、敬意を表した。この活動によって、 ハイチのボートピープルの苦境と彼らへのアメリカの差別的対応は国際的な反響を呼んだ。ダナムが絶食を中止したのは亡命中であったハイチのジャンベルトラン・アリスティド大統領がジェシー・ジャクソンと共に訪れ、この大義のために自分の命を危険にさらすのをやめるよう求めた時のことである。後に、 アリスティッド大統領はダナムの行動を称えてハイチの最高栄誉のメダルを送った。ダナムは1931年に黒人の郵便局員ジョルディス・マッコーと結婚したものの互いの関心が食い違い徐々に疎遠となって1938年に離婚した。その頃ダナムはアメリカで最も有名な衣装、舞台装置デザイナーの一人となっていたカナダ出身の ジョン・トーマス・プラットと出会い、仕事を始めた。白人だったプラットは、アフリカ系カリブ文化に対するダナムの関心に共鳴し、自分の才能を使って積極的に協力した。両者は芸術上の協力関係を築き、やがて恋愛関係も育んでいった。1941年夏、キャビン・インザ・スカイの全国ツアーを終えた二人は、 アメリカほど異人主観の結婚がうるさく言われない、メキシコに向かい、7月20日に制約式を挙げた。以後、この日が二人の結婚式の日とされた。実際には、この式はアメリカでは合法的な結婚とは認められて、おらず、これが数年後に彼らを悩ませることになった。キャサリン・ダナムとジョン・プラットは、1949年に正式に結婚し、 フランスの生後14ヶ月のマリー・クリスティーヌを養子にした。1938年頃に始まる二人の関係以来、プラットはダナムは舞台装置と彼女が着るすべての衣装をデザインし、1986年に亡くなるまで芸術上の協力者として活動した。ダナムの舞台の仕事が休みの時、二人はしばしばハイチで過ごした。 1940年代後半には、ポルトー・プランスのカルフール郊外にある、アビタシオン・ルクレールと呼ばれる7ヘクタールの大きな辞書を購入。ダナムは長い間、アビタシオン・ルクレールを個人的な隠れ家として、しばしば舞踊団のメンバーを招き、ツアーの疲れをいたわったり、新作の準備のために使った。やがて1960年代初頭にボドゥンの踊りを娯楽として見せる。 観光客向けのスポットとして運営した後、1970年代初頭にフランスの起業家に転売している。1949年、ダナムは舞踊団の海外ツアーから一時帰国し、そこで兄、アルバートの早すぎる死に直面して神経衰弱を患った。アルバートはハワード大学で将来を約束された哲学の教授で、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの訓導を受けていた。 この間、ダナムはヨーロッパで地気を得た心理学者で哲学者のエイリーヒ・フロムと信仰を深めていた。フロムは数多くいるダナムの国際的に著名な友人の一人に過ぎない。1951年12月、パリでダナムのために催された詩的なパーティーでイスラム教イスマー・イール派の指導者、アリカーン王子と踊っている写真が大衆紙に掲載され、 二人の関係が噂されたが、両者ともに否定した。王子は、その後、女優のリタ・ヘイワースと結婚し、ダナムは、ジョン・プラットと正式に結婚した。この年には、ラスベガスで静かな挙式が行われていたのである。ダナムとプラットは、フランスのフレンヌにある、ローマカトリック修道院の保育園で出会って、養育していた14ヶ月の女の子を正式に、養子とした。 マリー・クリスティーヌ・ダナム・プラットと名付けられ、二人の間の唯一の子となった。ダナムの最も近しい友人、同僚の中には、かつて、キャサリン・ダナム舞踊団のメンバーだったジュリー・ロビンソンと、その夫で、歌手、また後に、政治活動家にもなったハリー・ベラ・フォンテがいた。いずれも長年の親友であった。グローリー・バン・スコットとジャン・レオン・デスティネも、元ダナム舞踊団メンバーにして、 生涯の友人であった。2006年5月21日、ダナムは老衰によりニューヨークで亡くなった。97歳の誕生日の1ヶ月前であった。ダナムは家族の幸福を願っていた。ニューヨークタイムズの舞踊批評家であるアンナ・キッセルゴフは、ダナムを時代に先駆けた黒人による舞台舞踊の重要な開拓者と呼んでいる。本物のアフリカの舞踊声を 自身の舞踊団と観客に紹介することで、ダナムは、おそらく同時代の、どんな、振付家よりも、モダンダンスの表現の可能性を大きく開いた。ダナムの伝記を書いた一人であるジョイス・アシエンブレナーは、今日、完全に古典的ジャンルの中に止まっているのでもない。限り、アメリカの黒人ダンサーでダナムテクニックの影響を、受けていないものはないと言って差し支えないと書いている。 事実ダナムテクニックはモダンダンスを学ぶあらゆる人に今も教えられている。厚く信頼されるダンスマガジン氏は2000年8月に女性一人での革命と題してダナムの関東特集を掲載した。ベンディペロンはこのように書いている。ジャズダンス、フュージョン、そして私たちの文化的アイデンティティの探求、これらはどれもダンサー、振付や、 人類学者としてのダナムの仕事に前例を見ることができる。彼女は先住民族の表現形式を舞台に乗せた最初のアメリカ人舞踊家であり黒人舞踊団を率いた最初の人物だった。ダナムは舞台、クラブ、ハリウッド映画のそれぞれで創作し出演した。今も発展し続けている学校とテクニックを創始した。人種的正義のために T たゆまず戦った。 芸術の研究者であるハロルド・クルーズは1964年に次のように書いている。あらゆる人々、中んずく黒人にとっての意味や芸術的価値をめぐって彼女は生涯にわたり先駆的な追求を行ったがこれが幾世代もの若い黒人アーティストたちに活気を与え機会をもたらし活動を促した。アフリカ系アメリカ人のダンスは普通は モダンダンスの前衛の一部であった。ダナムの活動の全体を見渡すと、真摯なアートとしてのアフリカ系アメリカ人のダンスが世に現れてくる時期をまさに追っている。黒人作家のアーサー・トットは、ダナムを我々の国宝の一つと表現した。彼女がもたらした影響と効果について、彼は次のように書いている。1940年にシカゴからやってきた。 キャサリン・ダナムとその舞踊団がニューヨークのウィンザー劇場に飛び込みダンス界に消えない足跡を刻んだ時アメリカの黒人ダンスの台頭が始まったダナムはこのダンスの急激な発展への扉を今日の世代のために開けたのだダナムがモダンダンスにもたらしたのはアフリカ及びカリブの動きの様式のよく整えられた辞書である柔軟なトルソーと背骨 よく動く骨盤と四肢のアイソレーション、動きのポリリズム的な処理、これらをバレエやモダンダンスのテクニックと統合した。ダナムの身体運動の熟達ぶりは驚異的と言われた。滑らかでよどみない振り付けを称賛され、美に多様さとニュアンスに富んだ女性性を加える力強い放射力と評されるもので舞台を支配した。バレエシアで批評家のリチャード・バックルは著書 キャサリン・ダナム、そのダンサー、歌手、ミュージシャンたちで次のように書いている。素晴らしいダンサーとミュージシャンたちを擁する、ダナム舞踊団は、今日彼らが得ている成功を等に得ているべきであったし、探求者、思想家、発明家、オーガナイザーダンサーとしての、彼女自身、その世界的なレベルで一定の評価を得ているべきであったのだが、 ともあれ人々のために100万冊のパンフレットができる以上のことを果たしたのである。ヨーロッパでのダナムの成功はヨーロッパのレビュー会でかなりの模倣者を生み出す結果になった。ヨーロッパにおいて舞台芸術としてのダンスに対する見方はダナムたちの上演から新人な影響を受けたと言って差し支えない。またヨーロッパにおいてダナムは帽子のスタイルや 春物ファッションのコレクションにも影響を与え、ダナムラインやカリビアンラプソディなどが懸念された。キロテックフランセーズは偉人博物館のためにダナムの足のブロンズ像を制作している。キャサリン・ダナム舞踊団は数多くの有名なパフォーマーを輩出している。アーチー・サベージ、タリー・ビー・ティ、ジャネット・コリンズ、レンウッド・モリス、バノエー・エケンズ、ルシール・エリス、パール・レイノルズ、 カミー・イア・ブロー、ラビニア・ウィリアムズ、トミー・ゴメスなどである。アルビン・エイリーは、ロサンゼルスで14歳の時に、キャサリン・ダナム舞踊団の公演を見て、初めてプロのダンサーとして活動していくことに興味を持ったといい、ダナムテクニックをこれまでのところ、一つにまとまったアフリカ系アメリカ人のダンスに最も近いものと呼んだ。数年の間、 ダナム個人の女子かつ広報担当を務めたのがマヤ・デレンで、彼女もまた後にボドゥンに興味を持つようになり、著書ザ・ディバイン・ホースマン、ザ・ブードゥ・ゴッツ・オブ・ハイチを表した。デレンは今日、アメリカの独立系映画制作の先駆者とみなされる存在である。ダナム自身はカリブ及びアメリカの取り分ける組の伝統を保ったブードゥーとオリシャのコミュニティと穏やかに関係を持ち続けた。 ダナムは黒人のダンスの文化的価値に光を当てただけでなく黒人女性である自分が私的な研究者、美しいダンサー、熟練した振付家になれるという事実を社会に示すことでアメリカ黒人に対する認識の変化に明らかな光景を果たした。ジュリア・フォークスが指摘したようにダナムの成功への道はアフリカとカリブを厳選としたハイアートをアメリカで作り アフリカ系ディアスポラのうちにあるダンスの遺産を活用し、アフリカ系アメリカ人の能力に対する認識を高めたことにある。長年にわたり、キャサリン・ダ・ナムは数々の特別賞を贈られており、アメリカの各大学からの名誉博士号は10を超える。ありがとうございます。